チェーンレンチはチェーントング鎖パイプレンチとも呼ばれる。主に太いパイプの締め付けやボーリングのロッド接合等に使用するレンチである。チェーンレンチ使い方はチェーンを交換に少し緩めに巻き付けチェーンの両端に出ているピンを本体の溝辺に引っ掛ける。レンチ本体を手前に引き気味にして本体頭部のハブをパイプに引っ掛け気味にチェーンが パイプに巻きつく方向にレンチを回すと歯がパイプに食い込みチェーンが貼られパイプを保持したり回したりすることができる。円形状の対象物だけでなく四角、三角などの変形物も,も確実につかむことができる。歯は日本製のチェーンレンチの場合は片方向きに使用する片刃であるが欧米のタイプは両方向に回転が可能な二つの刃が 反対方向にはみぞをつけているタイプが主である。レンチを付け替えずに、締め付け、緩め作業ができる。日本の主なメーカーは、ヒットスーパーツール、松坂鉄工諸島がある。このレンチの最大の欠点は、使う方向によってまたは、ラチェット操作を繰り返しているときに、チェーンが本体引っ掛け部から外れる場合があることで、あった。レンチが外れると重大な事故にもつながりかねない。 対策として、各メーカーは、チェーンが容易に引っ掛け部から外れないように、チェーン脱落防止機構をつけている。ヒットが1973年に、国内初で開発して取り付け、スーパートゥールが続いて、開発、商品化している。チェーンレンチは、刃が、カム形状となっているため、特に昇降形の中空丸形状の、配管用パイプの締め付け使用時に、パイプレンチの場合は、 フレームにストッパー機能があり、管へは一定の上顎の噛み込みで動きが停止する。チェーンレンチは締め付けトルクと管の強度との力学バランスで噛み込みが停止する。管の接合部付近でチェーンレンチを使用した場合には、継手との簡単ねじ部よりの漏れの原因となることが危惧されるので、継手推奨締め付けトルクでの接合に注意を要する。初期のチェーンレンチ。 タイプ1 j h ウィリアムズナンバー0チェーンレンチ。初期のチェーンレンチ。タイプ2 j h ウィリアムズナンバー30倍以上。チェーンパイプレンチ推奨締め付けトルク配管工事。P5。ありがとうございます。